久米川学金は、栃木県出身の元男子、プロバスケットボール選手である。ポジションはガード。身長165センチメートル、体重63キログラム。栃木県立宇都宮工業高等学校では、中心選手であり、3年連続でインターハイ、ウィンターカップに出場した。高校卒業後、江戸川大学に進学。 2012年には3部リーグで優勝し、2部に昇格した。卒業後、2013年6月16日に行われた TGD ライズのトライアウトに参加。練習生となった後、正式契約を結んだ。2014年3月22日の豊田通商ファイティングイーグルス名古屋との NBDL のプレーオフセミファイナルでは、第4級に7得点を挙げる活躍を見せたがチームは、 破れた。同年7月、アースフレンズ東京 Z と2014から2015シーズンの契約を結んだ。2015から2016シーズンは、サイバーライン、つくばロボッツと契約。2016年を不引退。若松県中学校、栃木県立宇都宮工業高等学校、江戸川大学 TGD ライズ、アースフレンズ東京 Z つくばロボッツ、 江戸川大学男子バスケアシスタントコーチ、江戸川大学男子バスケーベッドコーチ、ありがとうございます。